吊り下げると安く済むならこれ。これは確かいいかもしれない。パーツはシンプルです。デザインは同じです。もう3年前とはガラッと変わってますから。疑問質問お答えします。ツイートしてます。こっち側奥行き60センチの120センチオーダーメイドガラス水槽、このアクアリウム用品たち、この水槽の照明、高性能 LED グラッシー、これ2つで吊り下げるとやってみたいと思います。まずね、この LED の商品紹介設置する前に水槽を洗います。水漏れしないかその確認も兼ねて、よし、今日はライトスタンドの紹介設置、ここら辺はまた別な動画で。これからアーチスライト BS1200 ベーシックセット、セット内容はこれ。パーツはシンプルです。まず全部外してから紹介します。長いやつに L 字、そしてこれ2つ。気になるのはここですね。樹脂的な何か、あとここわかるかな、ここ若干ね跡がある。これ多分仕様だな。この穴高さ説明書見て組み立てます。右と左あるみたいなんで注意です。まず一番長いとこ、分かりづらいな、大丈夫かな、奥まで逆、これ字は左だろこれ。あ、なるほど、意味が分かりました。ここね意外にあれだな、親切設計でした。これでできました。よし、簡単です。ちなみにここのネジ、長いのと短いの、水槽の厚みに合わせてやります。よし、あとはネジで固定。ここね、緩めで若干遊びがある程度。これよりねいいかもしれない。ちょっと仮にね、
さすがに 5W の照明暗いということで、他のライトスタンド一緒に紹介します。これは確か上畑ライトスタンド、指定庫レイアウトで使ってるのと同じメーカーのやつ。ライトスタンドとしての機能性ほとんど変わりません。デザインの好み。そしてこれはボルテス専用のスタンド、デザインは同じです。ついでにこれも紹介します。ボルクスジャパンレディオアーチ、やっぱりね機能性はほぼ同じですけど若干値段高め。よほどのことない限りこれはね安いやつで十分です。あ、安いやつって言ったら塩ビパイプ使えばかなり安くできます。以前動画で紹介した塩ビ管適当に切ってジョイントパーツくっつけるだけです。だいたい値段1000円もかかってないです。おそらく数百円、安く済むならこれ。若干ね工夫いりますけどね、はい。でこのライトスタンドに吊り下げる照明はまた別の機会に紹介します。これだけ興味ある方いるんでね、動画は分けます。でこの大型水槽開封動画かなり反響ありました。お値段これがいいんじゃないか。もうこれだけもうお分かりですよね、この水槽の実力。今日はねはっほらえいよえいよちょっとずつよ。よし、久しぶりに見たっていう方いました。もう3年ぶりとかね、もう3年前とはガラッと変わってますから。どんどんギャラリー進化していきますから。ということでいつもよりコメントたくさんいただきました。ありがとうございます。何個かねコメント拾っていきます。疑問質問お答えします。まずこれだけの大きい水槽、水入れたら総重量500キロ超えますよ。大丈夫です。以前ね動画で紹介してるんですけど、床コンクリートです。厚さ10センチ以上です。大丈夫。けど心配なのは水槽代、業者に作ってもらった水槽代です。柱 2×4 かな、2枚貼り付けてやってますけど、柱はいいとしても梁、重要な梁が1本しかありません。自分が作るならもっと頑丈にやりますけど、プロがやってくれたんで多分問題ないかなって思います。それとここの謎のスイッチ、一応手は入ります。ちなみに電気線は殺してます。スイッチ押しても何も反応しません。大丈夫。うちの古代魚じーっとしてます。これも以前お話ししてるんですけど、こっち側ここを予定しています。そのための奥行き60センチなんですよ。順番としてはね、水槽の搬入ルートということで向こうが先こっち
です。そして照明はほぼリモコン管理。大体今日はこんなところです。このライトスタンドおすすめです。それは値段的な意味で。以上、ライトスタンドと疑問のお答えでした。ありがとうございました。ここら辺片付けて作業やりたいと思います。ありがとうございました。